Photoshop の CS5 で人物を切り抜いていこうと思います。元画像はこれです。で、切り抜いて合成したのがこれになります。今回はパスを使わずに切り抜いていこうと思います。では始めていきます。レイヤーのところ見ていただくと背景ってなっています。これをダブルクリックしてレイヤー0にします。これで編集可能になります。はい、では、この人物の周りを選択していきます。パスを使うというのもありなんですが、今回は、パスを使わずに切り抜いてみたいと思うので、この自動選択ツールか投げ縄ツール、これらを使って選択していきます。背景を選択します。許容量多めに32になってますけど、目安ですね、多めにすると広い色を掴んでくれます。これでシフトをしながらどんどん背景を選択していきます。髪の毛の周りは大雑把に大きめに選択するようにしてください。はい。で、ちょっと余っているところも、選択したいので、投げ縄ツールでシフトをしながら囲みます。な感じで、もうこれでいいかなと思います。すごく大雑把に選択しました。そしたら、今人物の背景を選択しているので、人物を選択するということで選択範囲を反転します。選択範囲から選択範囲を反転、そして次にですね、また選択範囲から境界線を調整というところを選択します。するとこのようにレイヤーマスクの調整する画面になります。境界線を調整で、表示モードはいろいろ黒字とか白黒とかあるんですけど、最初に、この髪の毛とかじゃなくてこの肩とかを大きな、マスクのところを調節していくので、この表示モード白黒にして、出力ところを選択範囲をレイヤーマスクにします。レイヤーマスク、マスクされた状態の表示ということで OK をすると、今マスクしたように表示されます。これで、大枠を調節していきます。この辺ガビガビってなっているので、このレイヤーの横の白黒のありますね、これはですねレイヤーマスクのサムネイルですね。これを掴んで四角で枠で囲まれた状態でブラシツールで消したりしていきます。選択範囲を消したりしていきます。ブラシを掴んでこの色が黒になっている状態は、こうマスクをかけます、消しますね。で、白は復活させます。こうやって戻すことができます。拡大縮小しながら細かいところを調節していきます。
細かいところはブラシは直径を小さくしていった方がいいので、これはカッコ始まりカッコのキーボードアットマークの横ですね。これで直径が小さくなります。で、ちょウールみたいな服の素材なのでぼかしのブラシで消していきます。マスクを追加していきます。で、この白と黒反転っていうのはよく使うのでショートカットを使うといいと思います。これは X です。 X で変わります。ちなみにですね、この作業はマウスだとやりにくいと思うんですね。私はアコムのペンタブレットでやってます。こう右にブラシを筆を走らせたり左に走らせたり鉛筆感覚でできるのでおすすめです。おすすめです。お手はみ出してもやり直しが効くのが、マスクのいいところですね。実際こう画像を消してるわけではなくてマスクしているので復活させることが簡単にできるのです。はい、服の大きなところはできた。こんな感じでやりました。そしたら次はですね、またこのさっきの画面戻ります。調整の画面に選択範囲の今度はマスクを調整っていう言い方になっているのでマスクを調整でまた出てきますね。そしたらですね、今度は髪の毛を調整していきます。こんな風になってますね。で、表示モードを今度はオーバーレイにしてまたここの辺をマスクかけていきます。この直径を、大きいところは大きめに細かいところは細めにして塗っていきます。
ういうとこは大きい直径で塗ります。でこう角とかは細い直径にして、塗ります。こんな風に、まあ、ちょっと一旦やってみました。で、ですね、エッジをシフト、マスクを調整のエッジをシフトってところをいじってマイナスにしていくと、こんな風にエッジを選択範囲を狭めてくれますね。でこれで一旦、表示モードを白黒にしています。こんな風になっています。理想的なのはこの辺のこういう自然に髪の毛が抽出されているような表示にするのが理想ですよね。この今この枝みたいになっているところをもうちょっと調節する必要があるなって思いつつ、またブラシで塗っていきます。大きい方がいいですかね。白黒で見てみます。ちょっとこうやりすぎなのかなとかあるんで、この辺いらないっぽいんで、この白黒のままちょっと調節してみます。なかなか難しいですね。難しいんですけど、
このスマート半径っていうのもちょっと変更してみるといいと思います。このスマート半径とエッジをシフトをうまく使って髪の毛を検出させる感じで、調節していってみます。はい、とりあえずこれで、このつまみの調整はこんな感じにしといて一旦 OK します。そうして全体を見ると、まあ、髪も一見できたように見えなくはないんですけれども、透明だと細かいところが見えないのでレイヤーを新しく新規レイヤーを開いてこの背景に色をつけて確認します。レイヤーに赤い色を塗りつぶします。オプションデリートで描画色で塗りつぶしになります。オプションデリート、背景色で塗りつぶしはコマンドデリートです。描画色で塗りつぶしはオプションデリート、はい、でこの新しい赤いレイヤーを掴んで下に持っていくと、確認できますね。こうやってよく見ると白いですね。でこの周りだけじゃなくてこういうとこも残っているのでこういうのは消していきましょう。消すって言っても画像を消すんじゃなくてマスクを消す、マスクを追加ですね。でこの右の黒いサムネイルを囲った状態でブラシツールで黒で汚いところを塗ります。で、この不透明度っていうのも使っていくと便利かなと思います。透明なブラシで描くっていう感じですね。水彩みたいな感じですね。はい、これで一旦また白黒で見てみたいと思います。選択範囲のマスクを調整で、これで白黒表示を白黒にするとまた見えてきましたよね。よりでもう一回エッジをシフトすると、鮮明に髪の毛が
検出されましたね。これでこの辺とか自然なところをもう一回調節していきます。逆だな。はい、これで一旦 OK して、この辺左顔の左とかこの辺肩左の肩、まあ、右です、右の顔と右の肩とかやってないんですけど、ここだけこの髪の毛のとこだけ、やりました。どうでしょうか。これで、赤いレイヤーを非表示にして見るとこんな感じになってます。で、街の風景を配置してみましょうか。最初言いましたこの街夜景の背景をペーストします。でレイヤーをこの一個後ろにしてみるとこんな感じになりました。こうしてみるとやっぱりまだ調整変に透明になってるなとかいうところあるので、またこのサムネイル選択してマスクを調整、これで調節していきますね。このマスクっていう、ツールパレットを出しておくと、このマスクの境界線ってところを押せばこれが出てきますので、これとかも使って、直接、いろいろ触ってみてください。ではこの辺で失礼いたします。チャンネル登録もお願いいたします。みぞうでした。